山崎真さんは日本の実業家、西日本旅客鉄道の5代目代表取締役社長である JR 福知山線脱線事故後の2006年に社長に就任 JR 福知山線脱線事故の原因と考えられた井出正孝派による利益追求偏重の経営方針を徹底的に排除するためイデイズムの一層を目指し 次期社長有力候補と目されていた井出派の副社長、丸尾和明を子会社へ転属させた。また、2009年7月には記者会見で、井出氏とは、基本的に縁を切ると述べ、事故の責任を取って、相談役を退任していた井出について、さらに JR 西日本総合ビルサービスなど、関連会社2社との顧問契約も7月末で解除することを明らかにするなど、 出派の徹底的な排除を断行し、同社の企業風土変革に尽力した。なお、公認となる佐々木隆之も山崎の考えを継承している。しかしながら、JR 福知山線脱線事故の刑事責任を問われ、在宅起訴されたことで2009年に社長職を退いた。2012年に神戸地方裁判所より無罪判決、神戸地方検察庁は、 控訴を断念したため無罪が確定した。ありがとうございます。